北海道亀田軍の一亀田軍は、北海道都東総合振興局の軍。人口28,034人、面積216.75平平方メートル、人口密度129人、平平方メートル。以下の一町を含む。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、上記一町のほか、以下の区域にあたる。平安時代、 応援元年に人々は会場安全を願って神社を祀った。古くは観音堂と呼ばれ、これは江戸時代以降の船玉大名人の前身である。室町時代までに道南十二館の内薄毛士館としのり館が築かれていた。薄毛士館はその形から箱館とも呼ばれ、箱館という地名の由来となっている。王仁の乱のちょうど10年前の1457年に、 起きた古社満院の放棄は、志小里で先端が開かれた。江戸時代の亀田軍は、和人地となっており、函館には、北前船も寄港していた。陸上交通は、函館と津軽軍の正木を結ぶ欧州街道や、茅部峠を経て、茅部軍の足の木方面に至る道が通じていた。宝永7年、新州大谷派函館別院の前身の阿弥陀堂が、 上磯郡の木古内村より函館に移転している。亀田郡域は当初正木藩領となっていたが、江戸時代後期の文化4年、亀田郡域を含む、渡島国域が天領とされ、函館奉行が置かれた。文政4年一旦、正木藩領に服したが、安政2年、亀田郡域は再び天領とされ、函館奉行も置かれている。同4年、幕名により函館の阿弥陀堂を、 本願寺函館御坊上源寺として本願寺の掛け所とされた。安政年間には、茅部峠よりも距離の短い藤山軍側間の軍側、新道や、函館方面と檜山郡の江差し方面を結ぶ、うず山道が開作されている。源時元年には、函館奉行所が五稜郭に移転。慶語は、西部から亀田半島周辺まで、正木藩が、東部は、 南部藩が行った。母親戦争は、江戸共和国と官軍によって戦われ、亀田軍域では、二股口の戦いなどの激戦が繰り広げられた。函館戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、亀田軍が置かれた。北海道1.29町村制止工事の亀田軍の町村。ありがとうございます。